で、ブレイキングダウン12の、感想動画の時に、サムネって僕、いつも違う人が作ってくれてて、サムネに関しては本当にほぼ関与してないの、俺は。だから、まあ、コロの時に、コロがそれのサムネにぶち切れて、それで俺がもうサムネ職人のせいにして、炎上してる気があったけど、そのスタンスは俺は今後も変えるつもりはありません。はい。俺はもう知らん。サムネでそんな怒られてた。俺はもう関与してない。これまた炎上するから。それはもう俺はもう知らんっていうスタンスで、被害者っていう定理しときたいんやけど、でも今回ね、俺初めて、そのサムネ職人が作ってくれたサムネに、いや、これはちょっとなしでお願いしますって言ったサムネがあって、いや、まあ面白いっちゃ面白いんやけど、ちょっとこれ、まあボツに、初めて俺言ったわ。これはちょっと、とここの部分消してもらっていいですかと初めて、いつもの体で俺は知らんっていうね、被害者っていう体にしたかったんやけど、これはいくらなんでもと思ったサムネがあって、ちょっとその画像を出そうと思うけど、俺と朝倉みくるが、まあ、隣に座ってて審査員してる様子で、まあ、これ多分合成なんやけど、隣に座ってないから、でその左下にまあこれ成り上がりのことなんですでしょうけど、四流団体解説人って書いてあって、パイプ椅子に細川バレンタインと青木真也が座ってて、これマジで俺が考えたサムネじゃないからね。これも結局言うことによってサムネ出したのと同じになってるかもしれんけど、これマジで俺悪くないから、俺が言ったんじゃないけど、その細川バレンタインと青木真也が映ってて、細川バレンタインの下に、後ろ向きヘリクツって書かれてて、まあまだこれはいいわ。うん。過去にエヴァタとのね、サムネでもそういうこと書いてたし、まあ、バレンって結構、意外とこういじられることに対しては、器でかいから、あんまり怒らんそういうのに対して。うん、距離感も俺近いから。で、青木真也に関してはそんな距離感近くない中、青木真也の下に、逆張り老害って書いてて。俺、これはいくらなんでも、逆張り老害。そして四流団体解説人って書いてて、俺からしたらもうご機嫌なわけよ。ご機嫌でブレイキングダウンのね、審査員とか解説できてご機嫌になったとか、このサムネは、こんな敵を作るサムネはいかがなもんかと思って。俺まあ四流団体とは思わん。うん。まあ二流団体成り上がりは、うん、まあ二流、三流はやっぱ言い過ぎかな。2.5 流団体ぐらいかな。四流はいくらなんでも言い過ぎやな。まあ 2.5 やけど、まあ今後はもう一流団体になる気配はあるよ。やっぱ気配はないな。それは嘘ついたら。今は何の兆しも見えてないけど、でも俺は工事のことは好きやし、多分一流団体になってくれるんでしょ。まあ確かに、細川バレンタインが成り上がりの解説やってて、俺がブレイキングダウンのね、超一流団体のメジャー団体の解説やってるってのは、結構差は浮き彫りになってるし、そこはサムネに入れてもよかったけど、やっぱでも青木真也のこと逆張り老害、そして四流団体っていうのは刺激的やなと思って初めて NG 出してしまいました。はい。結局でもやっぱ言ってしまってるから一緒かもしれんな。まあいいや、でもちょっと初めて。でも基本的には今後も僕そのサムネ職人のね、腕前というかセンスはもうマジで信頼を置いてるし、めちゃくちゃ面白いし、俺自身も楽しみにしてるんで、めっちゃ好評やしね。今後はもう極力 NG 出さないように、はい、やっていきたいと思います。はい。ただそれで、選手たち怒ろうが、俺はそんな悪くないからね、はい。許してね、怒んないでね、はい。そう思います。ではですね、まあ、ブレイキングダウンは本当に呼んでいただいて、本当に嬉しかったし、まあ、昨日も同じこと言ってたし。